守るべき者のために打ち崩せ。根は巡る。月光を剣とす。我に力を。人事なす。すべてを照らさん。いずれ風に吹き落とされる。そうよ一体。守るべき者のために打ち崩せ。本質は同じ。月光を剣とす。我に力を。湘南に過ぎない。陰陽転換。我に力を。人事なす。いずれ風に吹き落とされる。気迫を示せ。守るべき者のために打ち崩せ。根は巡る。月光を剣とす。我に力を。全てを照らさん。いずれ風に吹き落とされる。我に力を。陰陽転換。そうよ一体。人事なす。
化勝利。守るべきもののために打ち崩せ。本質は同じ。支障ない。我に力を。月光を剣とす。すべてを照らさん。無理などない。聞けば見逃す。トン、我に力を。ホン、月光を剣とす。どんな隙も見逃さない。我に力を。くだらない。ホン、月光を剣とす。我に力を。聞けば見逃そう。ホン、月光を剣とす。占いましょう。くだらない。トン、我に力を。引けば。トン、月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。逃げず。代価を払ってもらう。我に力を。
烈光を剣とす。研究の価値ふっ湘南に過ぎないわ。死ぬぐ我に力を。くだらぬ。トン天木の豚情熱変身行く先は淵の水聞けば見逃そう月光を剣とすこの月下で全てを照らさん我々は塔に嵐に踏み入った守るべきもののために打ち崩せ命の範囲いずれ風に吹き落とされる世の万人にはなす避けられない一戦我に力を根は巡る砲丸を持ってみるべしそうよ一体しゅっ我に力をトン優美な身はくだらないトン月光を剣とす聞けば見てトン代価を払ってもらう我に力をくだらない優美な身構えふっ月光を剣とす
不利などない。トーン、避けられない椅子、我に力を。引けば、トーン、月光を剣に突く。研究の、はっ。過ぎないわ。本質は同じ。世の万物人事なす。死ぬ。セーフ。湘南に過ぎないわ。我に力を。不利などな。気迫を示せ。鳴り響け天木図派。情熱変身。はっ。紳士継承よ。情熱変身。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。命のいずれ風に吹き落とされる。世の万物に法人事をなす。行く先は淵の水。くだらない。トーン。戦局を決める。我に力を。トーン。月光を剣とす。死ぬがいい。陰陽転換。
天に力を。トン、この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。砲丸を持ってみる。死ぬがいい。代価を払ってもらう。我に力を。引けば。占いましょう。取るに足らぬ。トン、どんな隙も見逃す。我に力を。トン、月光を剣とす。研究の価値。はっ、代価を払ってもらう。はっ、そうよ一体。トン、どんな隙も見逃さない。我に力を。くだらない。トン、月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。不利などない。避けられない一戦。我に力を。逃げられぬぞ。優美な身構えですね。はっ、我に力を。引けば。トン、気迫を示せ。鳴り響け。
根は巡る。行く先は淵の水。乱に当たって断ぜざれば必ずやその乱を受く。消化勝利。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。月光を剣と。この月下で全てを照らさん。研究の価値あり。気迫を示せ。少し興味が湧きました。天木図派情熱変身。本質は同じ。命のいずれ風に吹き落とされる。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。戦局を決める重要な一歩。世の万人事なす。
光を剣とこの月下で全てを照らさん。避けられない一戦、我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。消化勝利。代価を払ってもらう。我に力を。避けられないの月下で全てを照らさん。月光を剣とす。我に力を。逃げ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。世の万人事なす。命の花、いずれ風に吹き落とされる。この月下で全てを照らさん。本質は同じ。そうよ一体。代価を払って。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。我に力を。命の花、いずれ風に吹き落とされる。世の万物人事なす。この月下で全てを照らさん。占いましょう。避けられない一戦、我に力を。砲丸を持ってみるべし。引けば見逃す。月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。我に力を。死ぬがいい。命の花、いずれ風に吹き落とされる。勝利。世の万物人事なす。我に力を。くだらない。トン下達か。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。人事なす。研究の価値あり。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。命の、いずれ風に吹き落とされる。占いましょう。全てを照らさん。我々が失ったものを全て取り戻す。
勝利。尋常なす。すべてを照らさん。月光を剣とす。我に力を。すべてを照らさん。月光を剣とす。そうよ一体。守るべき者のために打ち崩せ。根は巡る。師匠の恩義を転換。すべてを照らさん。我に力を。月光を剣とす。すべてを照らさん。尋常なす。本気では同じ。いずれ風に吹き落とされる。湘南に過ぎないわ。月光を剣とす。また一陣の雨が降り、空白が広がっていく。
直感、本能、どちらも訓練で研ぎ澄ませることができる。これでバッチリですね。患者から聞いた話によると、聖冠を旅する多くの旅人は長距離移動に耐えられず、突然病気にかかってしまうことがあるらしい。そこで、ヌシらに応急用の薬を持ってきた。とりあえず、車掌に渡しておいたぞ。ふふん、薬は備えあれば憂いなし。きっと役に立つ。薬だけでなく、用途や用法も一緒に車掌に教えてやった。いかにもパムは可愛いからの。実はもっと車掌と話がしたいんじゃが、次も応急用の薬を持ってくればよいじゃろうか。パムは花や草の世話が好きなようじゃった。よし、今度は植物の話をしてみるとしよう。